俺はファイアマリオ、炎の玉を出すことができる熱くて強い男。まさに向かうところ敵なしの姿さ。うん、オリビアがちょうどあそこにいるぞ。そうだ、この姿を見てもらおう。おいオリビア、見てくれよオリビア、このファイアマリオの姿はかっこよくて強いんだぜ。あら、マリオさん、おかしいでしょ。何がおかしいんだいオリビア、どう見てもかっこいいでしょ、ファイアマリオだぜ。その姿がおかしいんじゃなくて。どうしたんだいオリビア、さっきから何を言ってるんだい。おいオリビア、どうしたんだいさっきから。なんで俺がもう一人いるんだ。それはこっちのセリフだ。いやこっちのセリフでしょ。どっちもだな、どっちもだな、どっちもだね。確かにどっちもだ、どっちもどっちもだな。本当どっちもこっちもマリオだなんてどうなってんだ。ある意味決まったな。そうだね、そうだね。で違うだろ。まあマリオさんが二人、どっちが本物かわかりませんわ。オリビア、どっちが本物かはこの際どうでもいいんだ。そう、どっちがかっこよくてすごいマリオなのかってことなんだよ。それじゃあどっちがかっこよくてすごいか対決してみてはいかがですか。望むところだぜ、こっちこそ望むところだぜ。こうしてファイアンマリオ対アイスマリオの戦いが始まった。まずは先行、ファイヤーマリオさん、はじめですわ。よし、これでも食らえ、ファイヤーボール。熱くてかっこいいぜ、熱くてかっこいいぜ、熱くてかっこいいぜ。どうだ。続いてアイスマリオさん、どうぞですわ。俺はアイスボール。冷たくてかっこいい、冷たくてかっこいい、冷たくてかっこいい。どうだ、やるな、そっちこそやるな。これでどうだ、キラファイヤー。ファイヤー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 こちらもかっこ悪いということで。なんでそうなるんだよ。それは確かに嫌だ、俺も嫌だ。しかしなかなかやるなアイスマリオ。でもな、今までのは序の口なんだよ。俺もそういうことを言おうと思ってたんだよね。序の口なんだよ。ファイヤー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 、ほら見てくれ、ファイヤーで焼いたこの熱々のお肉、バーベキュー。これがね、まさにファイヤーのかっこいいところ。これならファイヤーの方が絶対かっこいいだろ。ファイヤーマリオさんが焼いたお肉、美味しそうですわ。アイス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 、そしてジュース。いやー、やっぱりこのキンキンに冷えたジュースは美味しくて、アイスがかっこいいだろ。冷たくて美味しい、アイス最高、やっぱアイス最高。私も喉がカラカラですわ。はい、そこどいてどいてどいて、はい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 、邪魔邪魔邪魔。ファイヤーといえばやっぱりこれでしょ、熱々のたこ焼き屋でファイヤー。さあ焼けてきたぞ、ほい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 、たこ焼きたこ焼き、ほらこの美味しそうなたこ焼き、これはまさに熱々、そうファイヤーがないとできないんですよ。はい、ほら見てくれこの美味しそうなたこ焼き、やっぱりファイヤーは熱くてかっこいいぜ、そしてめっちゃうまいぜ。はい、どいてどいてどいて、アイス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 、スリーツーワン、おほい、アイスクリーム。アイスクリームだぞ、こんな美味しそうなアイスクリーム、ファイヤーじゃ無理だよな。やっぱりアイスの方がうまくてかっこいいんだよ。あー、美味しい美味しい、いやいいね、やっぱバニラアイスもいいけど。はい、チョコレートのソフトクリーム、いやソフトクリーム最高、やっぱりアイスの力がないとこれは無理だからね。いやー本当に最高すぎる。なんだかこの対決、美味しいもの対決になっていませんか。はい、どいてどいてどいて、たたたたたたた、やっぱりファイヤーといえばこれでしょう、ファイヤー。さあお湯が沸きました、お湯が沸いたということはじゃじゃん、
カップラーメン。さあもちろんお湯を入れて3分待ちます。完成。さあこの熱々のお湯ね、まさにファイヤーの力でできたこのラーメン、このラーメン、はい、あ美味しそう、あ美味しい、美味しいラーメン、美味しい、あラーメンめっちゃ美味しい。やっぱ熱々のラーメンはたまらないね、最高すぎる。いやファイヤーの力最高、かっこいい、美味しい。ファイヤーの力というよりはお湯の力ですわ。はい、どいてどいてどいて、はいどいて、アイスアイス、じゃじゃーん、プリン。そうキンキンに冷えたプリンだ。そしてさらにパカッと開けて、もちろんプッチン。はい完成。キンキンのアイスで囲まれて冷え切ったこのプリン、これが最強のアイスプリンでしょう。アイスの力最高、アイス美味しい、アイスかっこいい、アイス完璧。キンキンに冷えたプリン、もはやちょっと無理やり感がありますわ。どうだ、ファイヤーの方が強くてかっこいいだろ。どこ見てたんだ、アイスの方が強くてかっこいいだろ。なんだと、なんだと、あ、お尻ですいませんね。はい、わけ、はい、どうぞ。こんなところにいたのか、マリア。今日こそ我が輩のパンチで。うるさい、アイス。なになに、マリオがめっちゃ強いんですけど。今クッパがいたのか、いやクッパじゃないでしょう、クッパだったら弱すぎだし。そうだな、気のせいか。てか勝負が決まってないんだよ、どうすんだよ、うん、いや俺が勝ってるでしょ、いや俺が勝ってるでしょ。数時間後、それにしても勝負が決まりませんわ。暇ですわ、あっちに行ってみますわ。よし、こうなりゃオリビアに決めてもらおう。あ、それ俺が言おうと思ってたんだよ今。あ、そうなの、気が合うね。そうだよな、もうオリビアに決めてもらうのが一番いいんじゃないか。どっちが強くてかっこいいか、そうと決まれば。オリビア、オリビア、あれはクッパの声、向こうの方から聞こえたぞ、行ってみよう。よし、オリビアを捕まえたぞ、これこそがいつもの我が輩だな。しまったですわ、どうしましょう。オリビア来たな、マリオ、どうだ我が輩の作戦、これなら手も足も出ないだろ。さあおとなしく我が輩にやられるんだな。ファイヤーマリオ、アイスマリオ、行くぞ。うん、アイスファイヤー。なんか今日のマリオ強すぎるんですけど。どっちのマリオさんも助けてくれてありがとうございます。無事でよかったよ。そうだオリビア、こんな時にあれなんだけど、どっちがかっこいいマリオなのか決めてくれないか。ファイヤーマリオかアイスマリオ。ピンときたピン、いいことを思いつきましたわ。わわ、なに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 、何が始まるの、何が始まるの。こうやってこうすれば最強マリオさんの出来上がりですわ。うわぁ、なるほど、両面マリオ、アイスとファイヤー、どっちも使える、まさに最強マリオの完成ってわけだね。すごいなこれ、すごいんだけどね、確かに確かにすごいんだけど、右と左で攻撃パターンが変わっちゃうよね。このアイスマリオが向いてる方にファイヤーしか効かない敵が来たらどうするんだよ。ファイヤーマリオの向いてる方向にアイスしか効かない敵が来たらどうするんだよ。逆立ちでもしたらいいんじゃないか。逆立ちしてって、じゃあそっちも逆立ちしたらいいんじゃないか。簡単に言うなよ、両面だからって。いやてかそっちが裏面だろ、表面の言うことを聞くもんじゃないか。いやそっちが裏面だろ、こっちが表でしょ、どう考えても基本右向きなんだよ。いやそれは誰が決めた。とにかくだな、いやとにかくで終わることじゃないでしょ、そっちがなんとかするんじゃないの普通。いやそっちもなんとかしてくれないとね。いやそっちがなんとかしてくれよ。いやそっちがなんとかするんでしょ、なんともできないんだったら俺の方が強いってことだよ。いやそういうわけじゃない、なんともできないって俺の言うことが聞けないんだったら最強じゃないだろ。こうしてファイヤーマリオとアイスマリオの戦いは決着がつかずに終わったとさ。なんだよ、はい、ということで今回は
ファイアーマリオ対アイスマリオをやってみました。皆さんはどっちのマリオが好きですか？ということで今回のお話が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしく。アナケナファミリー他にもたくさん動画があるんでぜひ見てください。それじゃあ次回の動画でまた。バイバイ。